そんなことないけど。できるよ、死神パワーで。無理だよ。あら、今日は茜ちゃんと一緒だったんじゃないのかい？ああ、途中で例の太陽君に会ったんで、僕だけ先に挨拶してきましたよ。男か。今頃どこを連れ回されてるんだかね。嫌なことを言わないでくださいよ。冗談だよ。向こうで仲良くなった友達なんだろう。こっちでもたくさん思い出作ればいいじゃないか。そうですね。二人きりのね。お母さん。